今回の痩せるドリンク、はっきり言ってまずいです。でも痩せる効果は高いですし、また私がおすすめする美味しいこの痩せるドリンクのレシピをあなたにお伝えいたしますので、ぜひ楽しみにご覧くださいね。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますともとっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つの動画無料でプレゼントしております。ぜひ登録してくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのドリンクを飲むと痩せることができるのかということで、今回は痩せるポイント3つあります。ご紹介していきますね。まず1つ目です。このドリンクを飲みますとあなたの腸内環境が整うんですよ。もう簡単にねできるドリンクなんですよ。でこのドリンクを飲むことであなたの腸内環境が整えば、あなたは根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。なぜかというと、やはり腸内環境が悪いままですと、もう決してね、もうどんなに食事で頑張ったとしても運動頑張ったとしても痩せることができないんですよ。根本的にやはり体質を変える必要があるわけです。その時に大活躍してくれるのがこのドリンクになるんですよ。では2つ目です。あなたの代謝がアップします。これもね大事ですよね。代謝が悪いままですとやはり太ってしまいますよね。摂取したカロリーを燃やすことができずにどんどんこう溜め込んでいくわけですから、いろんな努力が水の泡と、ね、なってしまわないためにも、まずはあなたの落ちてきているその代謝を上げていきましょうねということです。もうこれはね、もう年齢とともに落ちるっていうのも誰しもが通る道なんですけれども、このままねもう見て見ぬふりをしたくないじゃないですか。そのためにやはり代謝を上げていきましょうねってことになります。では3番目です。このドリンクは弱アルカリ性にあなたの体内を保ってくれますよということ。痩せるためにはですね、お体が酸性に傾いたままだと太ってしまうんですよね。でこのまあ酸性、まあ、要は錆びる体だとねよく言われますけれども、どんなものを食べると酸性になってしまうのかというと、甘いもの、お菓子とかね、まあ、ケーキとか、まあ、菓子パンとかポテチとか、そういった脂っこいものとか、あと加工食品も良くないですね。例えばその添加物がいっぱい入ってるような、まあ、ソーセージとかベーコンとか、まあ、ああいった加工品ですよね。でもそうですし、またいろんな食材ってもうねもうほとんどもう添加物入ってますよね。そういったものを召し上がってしまうと酸性に傾く。またお肉も大事ですけども、そのお肉ばっかりとかね、お野菜も食べずにお肉ばっかりとか、そういったその酸化するものを食べてしまうと、やっぱ酸性に傾くとやっぱり太ってしまうわけですよね。それを弱アルカリ性にガーッとね引き戻してくれるのがこのドリンクになるんです。では2つ目の項目です。何をということで、今回この痩せるドリンクに使う材料はこちら、重曹になります。であなたは今ね、先生重曹ってお掃除に使う粉ですかってね思った方もいらっしゃると思うんです。もちろんお掃除用の重曹もあります。よくこう茶渋を取る時とかね、いろんなお野菜のアク抜きとか使う時もあると思うんですけれども、もちろんお掃除用の重曹もあるんですが、今回お伝えするこの重曹はあくまでも食用です。食品用ですね。純度が高いものは食用として、安全面にもまあ丸、ちゃんと安全性がね保証されております食品添加物になります。重曹といっても食品添加物です。炭酸水素ナトリウムのことで、こちらはよく食べ物で言いますと、よく炭酸まんじゅうとか、あなたは召し上がったことありますか？よく私も大好きなんですけれども、道の駅とか行くと炭酸まんじゅうってね売ってるんですよね。要はおばあちゃんたちが、地元のおばあちゃんたちが手作りで作ってくれている田舎まんじゅうと呼ばれるおまんじゅうです。ふわふわしたこう味が独特でね、なんか懐かしい味がするって、あんこが入ったおまんじゅう、あれには重曹が入っています。炭酸まんじゅうの中にはこの重曹を入れることで、ふくらし粉やベーキングパウダーの代わりに、昔ながらおばあちゃんたちが使っているのはこの重曹に
こうなるんですよね。でまた実は胃薬の材料にもこの重曹が使われているんですよね。重曹は、まあ、この炭酸水素ナトリウムっていうのは胃酸を中和させて胃の粘膜を保護してくれる力があるので、実は胃薬の材料としてもこの重曹は使われています。でこの重曹がすごいのは、先ほど冒頭でお伝えしました通り、あなたの酸性に傾いてしまったお体を弱アルカリ性の状態に戻す効果があるということなんですね。でこの弱アルカリ性でいるイコール痩せ体質になるということなんですよ。なぜかというと、私たちの体っていうのはこの弱アルカリ性が保たれているからこそ、いろんな臓器がもう最も効率よくですね、元気いっぱいで働いてくれるその環境を作ってあげることができるわけです。で常に甘いものとか脂っこいものとか添加物とかコンビニのいろんなものとかね、そういったものばっかり召し上がってるっていう方は、もうお体が常に酸性に傾いてしまっていますから、あなたの臓器がうまく働いていないんですよね。ということは太るわけです。だってしっかりと内臓が元気に、特に肝臓とか腸が働いてくれてるからこそ、あなたは食べたものが消化することができて、栄養吸収することができて、結果痩せるために必要なホルモンを作ることができるわけです。それが常に働いてないとなるとどうでしょうか。もうどんどん太りますし、とにかくね、私が心配なのは健康を害してしまうわけですよね。なのでもう元も子もないわけです。やっぱり健康体で健康美が私のモットーですから、とにかくあなたは健康なる必要がある。その結果きれいに痩せることができるわけです。そのために必要な弱アルカリ性の体質へと導いてくれるのがこの重曹ということになるんですよ。ではここから3つ目の項目です。どのようにということで、今回この重曹を使った痩せるドリンクの材料と作り方をお伝えします。でその後にとっても大事なことをお伝えしますね。先ほどもお伝えしました通り、この重曹というのはあくまでも食品添加物なわけです。一時的に飲む、摂取するというのはおすすめなんですけれども、やはりいかがですか。あなたは例えばお薬に頼るような人生を送りたいですかっていうことです。私はノーですし、あなたにもお勧めしたくないですよね。なのであくまでも、例えばお付き合いで行きたくなかったけど、どうしても焼肉屋に連れて行かされてお肉ばっかり食べちゃいましたとか、どうしてももう嫌なことがあってやけ食いしてね、チョコレート一袋食べちゃったとか、そういった明らかにご自分が酸性に傾いた食事しちゃったなっていう時に、この重曹水をこうさっと飲むことでリセットっていう意味ではすぐ使ってよろしいかなって思うんですね。ただしそもそも炭酸水に頼るような食生活をしていては、根本的に痩せ体質にはなれませんよね。そこをしっかりとご自分の中で腑に落としていただいた上で、この炭酸水、重曹水飲んでいただきたいなと思います。ではまず作り方ですね。材料1杯分です。天然水を 200ml 準備してください。まあ、1カップぐらいですね。あと食用の重曹です。私は今回こちらを購入しました。食品用の炭酸、まあ、重曹ということで、お菓子に、山菜のアク抜きに、豆類の煮炊きにとかね、野菜食器の洗浄にということで、まあ、オールマイティなんですけれども、やはり食品用を買われておかれると、まあ、もちろん召し上がっていただくこともできますし、お掃除にも使えるから便利かなと思います。でこちらですね、いいですね、本当100円もしなかったんですよね。これ1箱お得です。なのですごくねコスパもいいですし、おすすめです。でこちら1箱あたり、もちろん炭酸水素ナトリウム 100% ということで、もう本当に不純物ゼロの安全安心なものですし、こちらが 50g 入ってますね。で実はですね、大体もう私がおすすめする量は1日あたり約ね 1g からもうとっても 2g まで。なので例えば 1g の方とこちら1箱で50杯も作れてしまうというすごいコスパがいいねものになりますから、ぜひ使ってみてくださいね。ですごく粒子が細かくて、すいません、と使いかけで恐縮なんですけど、輪ゴムで留めてありますけど、ほんとすごくね細かい粉末になってます。ほんと胃薬みたいなね、ああいう粉末状ですよ。でこちらの重曹は 1g ということで、約ね小さじ4分の1程度でも十分です。でこちら塩分が強いので、いかにこのね痩せ体質になるために、こう弱アルカリ性に私はなるんだと思ってガブガブ飲んじゃダメですよ。逆に太っちゃいます、塩分の取りすぎで。なので量は
もちろんあなただと守ってくださるだろうと思っています。で1日あたりも飲んでも2杯まで、でポイントは食前に飲みましょう。食前に飲むことで胃の粘膜を保護してくれますし、そもそものお食事を取るということはどうしてもね、どんなに気をつけたとしても絶対に酸性に傾くようになってるんですよ。それをさっと弱アルカリ性に戻すためには、食事を取る前にこの重曹水を飲むことでしっかりとアルカリを保ちつつ酸性を取るという、そういった飲み方がベストです。でここでさらに飲む注意点をあなたにお伝えしていきますね。ちょっとお話かぶるかもしれませんけれども、ここすごく大事、痩せるためにはすごく大事なので最後まで聞いてくださいね。すごく大事なんです。おカードを壊してしまっては元も困りませんのでお願いします。注意点です。先ほどお伝えしました食品用のものを選んでください。たまにお掃除コーナーに置いてあるような重曹はダメですよ。お食事すいませんお掃除用で、そもそも純度が低い、食べては体に入れてはいけないものですから、もうくれぐれも気をつけてくださいねっていうこと。そして1日あたり1から2杯まで、重曹の量で言えば1から2グラムまでとしましょう。もう十分です。これだけ飲んだらもう十分ですから、それ以上飲まないでください。そしてここ実はポイント、疾患のある方ですね、心臓がお弱かったりとか血圧に問題があったりとか、そういった方はそもそもこういったものは注意です。必ず主治医のその先生、医師の方にご相談の上、先生ってこれ飲んでもいいんですかね、私はこの病気ありますけどということで必ず相談されてみてくださいね。では最後に、私腸活のアドバイザーのね、こういった観点からあなたにお勧めしたいドリンクが実は別にあります。もうこの動画ののっけからですねお伝えしましたけれども、はっきり言ってこの重曹水ってですね、食塩水みたいな味なのでまずいんですよ。なのでやはりいかにダイエット効果が高いとはいえ、ダイエット効果が高かろうまずかろうじゃやっぱ続かないと思うんですよね。私はやっぱりこれ飲み続けようって思わないんですよね。でそもそもこの重曹水に頼らなくても痩せ体操を手に入れることができますから、先ほどお伝えしました通り、もうとにかくね、もう明らかに酸性のものを食べたなって、もう体が錆びてるなっていう時は重曹水でさっとリセットされるのは丸なんですけれども、そういったものに頼らなくても、その自然な食品でですね、やはりあなたはですね弱アルカリ性に体質を戻すことができますから、そのドリンクがこの3つになります。まず1つ目はリンゴ酢ドリンクです。もうこのリンゴ酢ドリンクを飲んでいただくと、酸性に傾いたそのあなたのお体がパッとね弱アルカリ性に変えることができますから、もう私このリンゴ酢を使ったドリンクもそうですし、お食事のレシピもそうですし、もういっぱいあなたにもご準備していますから、この動画が見終わりましたらぜひそういったものもチェックしてみてお役立てくださいね。2つ目です、レモン白湯です。こちらもちゃんとこの全てレシピ動画でご準備していますからチェックしてみてください。レモン白湯も簡単です。お湯にレモンの輪切りですとか、レモン果汁、天然のね無添加のもの選んでくださいね、を入れて飲まれるだけで OK です。そうすると酸性が弱アルカリ性にパッと切り替わりやすくなりますからね。で最後梅干し白湯、特にねお煎りしなくても梅干しポンってねお口に入れていただいてもいいんです。ただしこの梅干しも無添加ですよ。梅と食塩だけできているものを選んでくださいね。例えばソリビトールとかいった人工甘味料が入ってたり、お砂糖がたっぷり入ってたりとか、いろんな香料とかね、調味料かっこアミノ酸などみたいな化学調味料が入っていないものを選んでくださいね。お白湯、要はお湯にそういった無添加の梅干しをポンと入れて、ちょっと潰されても美味しいと思うんですけれども、お好みで蜂蜜入れてもいいと思うんです。このドリンク全部蜂蜜入れてもいいですし美味しいです。そういったのを飲むことで、この全てのこの3つのドリンクというのは重曹水に頼らなくても、この天然療法ですよね、もう自然のもの、お体が喜ぶものを召し上がっていただくことで、日頃からですねあなたの酸性に傾いてしまった太りやすい体質のものをさっと弱アルカリ性に戻すことができますから、私の立場で言いますと、重曹水ですね、重曹水に頼るというよりはこの天然の重曹水の力を持った
ドリンクであなたの痩せ体操を手に入れていただけたらなと思います。さあいかがだったでしょうか。今回は痩せるあんまり美味しくない重曹水をお伝えしましたけれども、もちろんね、私この味好きですっていうあなたはいいんですよ、重曹水でいいんですけれども、重曹水ばっかりというよりは食品添加物ではなくて自然のもので補っていただければ嬉しいなと思ってご準備しました。ぜひお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。